バイオリン弾きと剣道家とレンコン。ストーリー、上田博一。出演、地引き号。ある町の古びたアパートの一室で、バイオリン弾きと剣道家とレンコンの三人が共同生活を送っていました。バイオリン弾きはゆで卵のようにつるりとした顔の物静かな男、剣道家は寝る時も含め常に面と胴とコテをつけている風変わりの男、レンコンは穴の開いたあのレンコンです。多分男です。3人はバンドを組んでいました。といってもボーカルやギターがいたりするバンドではなく、彼らなりのちょっと変わったバンドです。たまにはライブハウスで演奏したりもします。まずバイオリン弾きがバイオリンを弾きます。そこから生み出された音符の群れは豊かな曲を作り、観客をうっとりさせた後レンコンに引き取られます。レンコンはその音符たちを力いっぱい吸い込み、自分の穴にたくさん詰め込むと一気に吹き鳴らします。トランペットよりも一層賑やかな音色に観客は熱狂します。そして仕上げとして再び空中に舞い上がった音符を、今度は剣道家がステージ上を所狭しと駆け回りながら市内で一つ一つ叩いていくのです。叩かれた音符は市内と共鳴し、新しい響きを伴い観客の心を震わせました。ライブ会場はいつも割れんばかりの拍手と歓声で埋め尽くされました。レコードだって1枚だけですが出したことがあります。でも3人はプロではないので、普段はアルバイトをしています。アルバイトとは言ってもバイオリン弾きはバイオリンよりも重いものを持ったことがないし、剣道家は防具を取ろうとしないし、レンコンはレンコンだから大した仕事ができるわけでもなく、バイト代は3人分足してもわずかな金額にしかなりません。だから常に金欠状態。それでも3人は楽しそうでした。お金がなくても揃って音楽さえできればそれでよかったのです。こんな毎日が一生続けばいいな。3人はそう思っていました。そんなある日、レンコンのもとに黄色いハガキが届きました。そこには、あなたがからしレンコンに選ばれました、とありました。レンコンは目を輝かせました。レンコンがからしレンコンになるということは、野球選手がメジャーリーグに行くくらい難しいことで、名誉なことなのです。でも、レンコンの嬉しそうな顔は、すぐに悩める表情に変わりました。レンコンがからしレンコンになるということは、レンコンにとっては夢のような人生ですが、3人にとっては、夢の終わりを意味しているからです。自分の夢を追うか、3人の夢を守るか、そんなレンコンの葛藤をバイオリン弾きも剣道家も十分に分かっていたので、笑顔で送り出してありました。レンコンもそんな2人の優しさを無駄にしたくなかったので、笑顔で旅立っていきました。
レンコンがいなくなってから部屋の中はとても静かになりました。喋って盛り上げるのはレンコンの役目だったので仕方ありません。それに二人だけでは音楽をする気も起こりません。二人は仕事を減らし部屋にこもるようになりました。もともと必要なものなどないからお金は最小限あればいいのです。小包が届いたのはそれからしばらく経ったある日のことです。黄色い包装紙を見ただけで二人にはピンときました。でもそれをすぐ開ける勇気がありませんでした。二人にようやく箱を開ける決心がついたのは同じ日の深夜。レンコンが叶えた夢を見届けてあげようとバイオリン弾きが言い、剣道家がうなずきました。中にはやはりからしレンコンが入っていました。久しぶりの再会にもかかわらず二人に笑顔はありません。これが昔はレンコンだったなんてとても信じられませんでした。それでもバイオリン弾きはじっくり時間をかけて気持ちを固めるとゆっくりと手を伸ばしました。剣道家はお面を取りました。そして小手を外すとそっと両手を合わせ震える声でいただきますと言いました。口に入れると二人の頬を水滴が流れ落ちていきました。その涙は辛さのせいなのか何なのか分かりません。シャキ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 、二人が口を動かすうちにいつの間にか部屋は軽快な音で乱されていました。まるで二人の口元から音符があふれ出してくるようです。レンコンがそこにいて音楽を奏でているようです。剣道家は竹刀を手に取ると部屋中に舞い上がる音符を一つずつ叩いていきました。懐かしい響きが聞こえました。それに合わせてバイオリン弾きがバイオリンを弾きました。三人の音楽がそこにありました。その夜三人は三人の部屋で三人のためだけのライブを開きました。それは一晩中続きました。翌朝バイオリン弾きと剣道家は以前のようにアルバイトに出かけてきました。二人は二人だけでもう一度バンドをやろうと決めたのです。そのためにはどうしてもお金が必要です。誰もいなくなった三人の部屋を棚の上から一枚のレコードが見守っていました。三人のデビューレコードです。そのジャケットの写真の中ではバイオリン弾きと剣道家とレンコンがやや緊張した面持ちで笑っていました。